はい、お次はこちら、お手紙とカードが入っておりますということで、ありがとうございます。はい、こちら、ポケカ MTG 遊戯王ということで、じゃあポケカから見ていきますかね。これボールガイだったら一番嬉しいんですけど、ボールガイ来ました、ボールガイ MTG だとなんですかね、神の怒りとか神の怒りとかじゃない？読み、愛の選手の動画に関係あるとしたら、はい、来た！神の怒り！やっぱ神の怒りなんですよね。時代は神の怒りを。こっちも見ていきましょう。はい、神の怒りの日本語版と英語版ですね。来たー、神の怒り。美しすぎだろう。クリーチャーすべて破壊する。それらは再生できない。まあ、蘇るな、死者蘇生で。蘇れないという神の怒り。いや、俺ね、MTG でね、一番好きなイラストが、この神の神の怒りと、これの、黒の全く対極の、滅びっていうカードがあるんですけど、そう、この2枚がね、美しすぎて一番好きですね、MTG で。そしたら、遊戯王は何すかね？まあ、ファラオと第一の棺とか、何すかね？はい、おぉ、ナイトミアシャークと、被害神、ハートアース。こいつは、ちょっと普段使ってねえからわからんけど、レリーフですね。ランク5モンスター ×3 体でエクシーズということで。はい、ありがとう。遊戯王、MTG、そしてポケカ、ボールガイが詰まった、お手紙、ありがとうございます。はい、マイメロのお手紙の中に、めちゃくちゃ、盛られたボールガイ。盛りすぎだろ、お前ら、ボールガイ。どんだけ輝かせんだよ。定期的にボールガイ、ボールガイ盛りたいぜ、いるやん。はい、こちら、なくしたら補充します。絶対に使ってくださいということで。怖い。はい。何出てくんだ、これ。あー、ゴルフボールね。愛の精神ゴルフチャンネル。なくしたら補充しますって、そういうことか。ゴルフボール来たって。みんな、こいつはやべえぞ。クソデカサルノリコインです。バカデカすぎ。これ。バカデカすぎるよ、お前。これ。サルノリコイン。しかも両目持って天才天才すぎるお前これいや、でけえしかも3枚も待って !1 枚普通の入ってるちゃんと !1 枚普通のが入っておりますでかすぎでかすぎそしてボールがいただきましたやっす !500 円よう買えたなぁ !500 円でボールがいありがとうね。で、一応この猿乗りコインが普通のコインと比べてどれぐらいでかいのかというと、ま、これぐらいですね。普通のコインの2倍。直径2倍ありますね。でかすぎる猿乗りコイン。ありがとう。これはいいね。賄賂いただいてしまいました。ナンバーワン、ナンバーツー。はい、ポケカボールガイ。やっぱ賄賂なんだよな。もらうべきものは賄賂よ。やっぱ賄賂もらわないとな。じゃあ2枚目です。あ、斎藤ちゃんやんやっぱ賄賂なんだよな、時代は。マクガーなんて消えてしまえ。はい、このすごい、主張が激しいボールガイ。見ていきましょう。僕が誰だかわかるボールかということで。ボールガイ嬉しい。嬉しい。めちゃくちゃマクは警戒した。嬉しいよー。ボールガイ、ありがとう、ボールよー。今日は最高のボールガイデーです。そして、IP マスカレーナのスリーブ。これ結構レアじゃなかった。これ結構レアだった気がするんだよな。IP マスカレーナの遊戯王スリーブ。結構レアだったはずです。そして、ピカブイ、ピカチュウ EV、愛の戦士くん A ということで、助かる。何入ってんでしょう？カードかな？あー、なんかもう楽しそうで何よりです。いやー、本当に何より。運試しです、マッチョ大愛の選手くん！ということで、ピエールさんのイラスト。いやー、これオリパデスマッチか、これ。なんか見ていきましょうか。じゃあ、一個ずつ、どっちから見ればいいか、わからないですけどね。うーわ、マクワだよー。最悪だよ。マクワ。出やがったな、てめえ。マクワだらけだ。終わりだ。もうおしめえだ、この世は。ボールガイボールガイは入れとこう。ボールガイはしっかり入れるボールね。マクワ差別です。どうも皆さん、こんにちは。マクワ差別チャンネルへようこそ。今日もマクワを差別していきましょう。はい、マクワはもうこのまま置いていきましょうね。さて、来てくれ、ボールガイ。なー、み
太くんどうして踏む10弱弱いよのび太。はい、じゃあお次はのび太くん、のび太くんボールガイ欲しい、ボールガイ欲しい、ボールガイ欲しい。コイキングパイセンは全然あり。もうさ、ここ触った時に、今ここ指入れた時にもうザラザラしてないからノーマルカードだってわかるんだよね、コイキングパイセン。これは何でしょう。うーわ、マクワだよ。これもオリパっぽいね。ちょっと見ていきましょう。3パックありますね。じゃあ開封していきましょう。お、英語版だ。はい、わー、取り扱い、取り扱いとマクワ高っ。嘘つけお前、こんな値段じゃ売ってないぞ。何と差し替えたんだお前。マクはこんな値段じゃ売ってないぞ、ボールガイト。マクは高すぎだろお前これ。はい、で、おー、デュエマとボケカとザガーン様、ツインパクトザガーン様だ。一方的に勝つに決まっている。相手の墓地にクリーチャーが20枚以上あれば一方的に勝利、特殊勝利。そして英語版ボールガイ、そしてマクは余計でございます。じゃあ最後のパック見ていきましょう。遊戯王ポケカ、わー、リッチーの祝一番いいよね。これが一番いい。マクワの英語いらないね。ボールガイ、やっぱリッチーのこのレインボーレア、俺ねめちゃくちゃ好きなんだよな。これいいよな、リッチー。お次はこちらのポケセンの袋になっております。袋はポケセンの袋ですが、あ、お手紙です。お手紙と V スターユニバース、これ中ちゃんと大丈夫。うわー、マクワだ。一番上マクワ。あ、待って、めっちゃ入ってる。よかった、マクワに騙されるとこだった。サンボールガイ、ありがとうございます。いや、マクワは来るなよ。あとはもうちゃんとしたパックよ。嬉しい。俺なんだかんだ V スターユニバースは、俺1ボックスと、あと3パック分ぐらいしか俺買えなかったんで、このボックス。嬉しいね。シンプルに嬉しいよ。お次はこちら。かわいい目線しちゃん。お店舗にゃおはが。立つなお前は。立つなお前。これカードも入ってるということで、お手紙もありがとうございます。さあ、カードが入っておりました。うわー、シマリスやん。ボノボノのスリーバッタンだ。あとポプコね。どっちから見る。じゃあシマリスから見ていきましょう。ボールが生きてくれた。シマリス、ボールガイとマクワは、もういいよマクワ。マクワもらいすぎだって今日で。今日で俺どんだけのマクワを背負わなきゃいけないんだよこれ。マクワが過ぎるディグナ、いいね。いいね、このディグナ。やる気に満ちている。ボールガイは嬉しい。ボールガイは嬉しいし、多分死ぬほど今日ボールガイもらったけど、マクワも同時に増えるのはなし。はい、かわいいミッキー、ミニー、ドナルドがはぶられてると思ったらこの辺にいた。はい、こちらは何でしょう。はい、まずは、あ、シルバニアファミリー、赤ちゃんシリーズと、あ、龍角散ダイレクト、助かる。これはカード入ってそう。はい、見ていきましょう。あ、お手紙付きでね、ありがとうございます。ボールガイ売り切れ続出で買えませんでした。みんなに言われた、これ本当にコミケ会場で。ボールガイ差し入れしたかったんですけど、どこも売ってませんでしたと。いやはや本当に誰のせいボールかね。だからってマクワいる。うわ、ボールガイ、あ、あるやん。ボールガイ入っとるやん。マクワ大祭は俺まだやってないからわからんけど、ボールガイありがとう。ちゃんとお前、ちゃんと買えとるやんけ。ありがとうな。あとこちら、末永く活動してくださいということで、なんかカードが貼り付けされてる。ボーナス点って何？もうわからん。ルールがわからん。ボーナス点って。何？何？もう遊戯王入ってる。遊戯王、ヌメロン系が入ってるのと、ビッグアイ、シンプルに強い。シンプルに強いよ、ビッグアイは。シンプルに強いし、ボーナス点とは一体何でしょうか。オベリスクの巨神兵、ゴッドハンドクラッシャー。そしてこの中には一体何が入ってるのか見せてもらうぜ、城之内くん。わあ、ガイアメモリー。おいおい、ガイアメモリーだよお前これ。エターナルしかないって。エターナル、かっけー、かっ、懐かしい、懐かしすぎるよこれ。懐かしすぎるっしょこれ。すげえ。俺さ、ガイアメモリーさ、これも配信で何度も話したんですけど、ガイアメモリーさ、高校生の頃、授業中筆箱に入れて持ってって、授業中になったんすよね。
サイクロンってなったんすよね。懐かしい。あの頃ね、流行ってたんすよ、俺の学校で。あ、これすごいよ、気合入ってる。ネテロ会長、これまでの全てに感謝だ。いや、マジ本当に名シーン、ネテロ会長とメルエムとの戦い、ほんまに名シーン。お手紙入ってますね。お手紙と、あとこちらカードがローダーに入って、ってボールガイローダーに入れてくれて、いや、いいね、高級感あるよ、ボールガイ。こちらもお手紙っぽいけど、中にオリパが入ってますとのことで。お、ヒロアカのお茶子。あ、ヒロアカのね、キャラ。ヒロアカのキャラの女の子ってどうしてこんなにエロいんですかね、お父さん。まずうさいよ。じゃあこちら見ていきたいと思います。ボールガイ、期待していいよね、ボールガイ。嬉しい、ボールよ。ボールガイ、ありがとう、ボールガイ。あなたは私の生きがいになっています。全国のボールガイを買ってくださいということで、ボールガイ入れてもらいました。ここまで来て、ボールガイわざわざ貼ってるってことは、実はマフは仕込んでる可能性、ちょっとないか。ないよな、さすがに。うわぁ、仕込みやがって、この野郎。裏切り者、裏切り者、あなたは私の心を何だと思ってるんですか、この裏切り者め。さて、こちらの袋でいただいたのは、おー、なんか長いお菓子。これは、わからん。けれども、あと、牛丼の具。これはうまいやつだね。これ絶対うまいやつ。牛丼の具。それと、これは、マロウ。ミルクチョコレート。ミルクチョコ。ミルクチョコと、あとは、おそらくオリパだと思われるものをいただきました。ちいかわポチ袋に入っております。それでは、中、おー、目指せ日本一の馬娘。中身は、何のカード、これ。何これ。はい、うわぁ、ちいかわのカードある。何これ、ちいかわのバイスシュバルツみてえのあるな。ちいかわのカードあんのかよ、これ。キラデロ出たよ、ボールガイ。ちいかわのインパクトが強すぎるって、あまりにも。はい、では2パック目いきたいと思います。あー、キラデロ、キラデロ、キラデロ、幕は出ちゃった。喜びがない、喜びがないんだよ、本当に。喜びがなさすぎる。ちょっと希望のボールガイ。いやー、マジでボールガイ出た時は本当に、いやーなんだけどなー。マジ、ワクワクが出ると喜びがなくなっちゃうよ。こちらもお手紙ありがとうございます。中からオリパが出てまいりました。可愛い女の子確定。本当？本当？本当？いやー、俺でもこれでね、結構騙されてきたからねー。いや、メロンはさー、メロンはマクワの母ちゃんじゃなきゃ俺好きだったんだよ。斉藤ちゃんは神。斉藤ちゃんは神だけど、メロンはね、もうマクワの母ということで、ね、罪を背負ってるから、それだけで。でも嬉しい。いや、メロンってほんとかわいそうだよな。マクワの母っていう、もうレッテルを貼られちゃうんだから、俺に。じゃあ、次です。こちら、ボールガイ。嬉しい。信じてたよ、ボールガイ。そして、全財産です、ということで。全財産一体何だったんだ、マクワ出るなよ。トレーナーズで、マクワ。わ、なんかこういう色鉛筆あったよね。なんかこういうパッケージみたいな色鉛筆。からの、おー、デューマのパックと遊戯王のパックとリカのパンツ、パックとパックとパンツでございます。なぜにパンツなんだ。いやー、ちょっと彼女のパンツ送ってくるのどうなってんの？いや、みんなね、お年玉くれるんだよ、ポチ袋で。なんかカードっぽいな、これ。カードですね。あ、ポケカの。オリパになっておるな、さては。お主。うわ、ボールガイト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 、もう一枚ある。もう一枚ある。四ボールガイの、さらに、その先の次元、遊戯王、遊戯王、超能地区、行くぜ。カードは一枚。いざ勝負。うわー、オルタナティブだけど、アルティメット。うわー、アルティメットレアのオルタナティブホワイトドラゴン。すげえ、ギランギランしてる、これ。後ろの集中線みたいになってるもん。ブルーアイズ、アルティメットじゃないけど、アルティメットレア。アルティメットドラゴンじゃないのに、アルティメットブルーアイズという、もうよくわからない感じになっております。すげえ、アルティメットレア。はい、次は、こちらの封筒。どんどん見ていきますよ。うわー、中身、オリパっぽくなってるねー。3枚。大入り袋が3枚ありますが、お、
デュエマっぽいな。もうザガーンガチャレンジって書いてある。ザガーン様、ザガーン様ガチャレンジがもう一方的に登場しましたよ。あまりにも一方的すぎる。いやもう全部ザガーンなんだけど。おい、2個目も全部ザガーン様ガチャレンジだって、これ。5枚プラス8枚。8枚来てるって。これじゃあ全部？お前これ全部ザガーン様じゃねえか、お前。13枚。13枚ザガーン様のガチャレンジ集まっちゃったって。どうしてくれんの、お前これ。はい、ではお次はこちら、お年玉見ていきましょう。お、オリパ入ってますね。中身はボールガイ、信じていました、ボールガイ。こちら、繁盛の店で買った、オリパらしいです。じゃ、ちょっと、見てやるか。抜き打ちテストです。繁盛のボールベオリパだね、これ。うわー、丸役で、丸役でじゃねえんだよ。俺が引くのはボールガイ。でも、ボールガイ入ってんのか、あれ。ファイアロー V。当たりなんだろうね、このオリパ。なんか一枚でも強いの引ければ。さあ、来い。うわ、丸役ですぎる。丸役でがすぎるって。ちょ、きちんって、ボールガイ、スーパーボールガイ出てきたって。ああ、ザマゼンタいいじゃん。ザマゼンタ V はいいね。ボールガイ来て、ボールガイ。ボールガイ頼むって。やれユータンの SR ね。来てくれ、来てくれ。はい。わあ、めっちゃいいじゃん。ロケット団参上。いいね、25周年。ロケット団参上いいね。次は、こちら、コロトックくん。このヒゲ虫野郎。頼むぜ。ライチュー。繁盛。頼むよ。お前の店。100均の方を。今回は外れ。今回は外れ。まあでも人生こんなもん。はい。では次、お小遣いということでいただきました。お小遣いの中身は、ボールガイ !3 連ボールガイです。ありがとうございます。あと残りは、薄い本とかなんで、ちょっと紹介できないかな。紹介できないのと、あと物量が物量なので、もう本当に許してくれ。もし紹介できてない兄貴がいたら本当に申し訳ない。差し入れくださった方本当にありがとうございました。じゃあちょっと最後にボールガイのカウントだけしますか。このおびただしい数のボールガイ。なんとここに並んでるだけで400枚のボール買いがあります。さらに、100枚ぐらい並びきれませんでした。こう2つ合わせて100枚の玉なんで、500と、6ボール買い。つまり合計506ボール買いと、もう過去一。今回の差し入れだけでファイル 1.5 冊分くらいが一気に集まる形となりました。すごすぎる。この量。えげつなさすぎるボールガイ。皆さんのおかげで私がまた世界一ボールガイを持つ男になった、もしくは限りなく近づいたかと思います。いや、マジでね、世界中のボールガイがここに集結してるって、やばいって、この量はね、そりゃなくなるよね、秋葉原の方からボールガイ。マジでエグすぎる。はい、といったところで、今回はたくさんの差し入れと、たくさんのボールガイ。本当にありがとうございました。いやでもね、俺はここをゴールにしないで、さらなる向上心を持ってね、ボールガイをもっと集めていきたいと思っております。といったところで、今回は本当にありがとうございました。お疲れ様でした。バイバーイ。